阿武熊急行8100系電車は、阿武熊急行が保有、運用する交流型電車。1988年、阿武熊急行線の全線電化開業に合わせ、日本車両製造により旧編成18両が製造された。福島側に制御電動車の AM8100 系、月の木側に制御付随車の AT8100 型を連結し、2両固定編成を組む。 番号は8101から8102から8117から8118の連番となっており、AM8100 型が奇数、AT8100 型が偶数である。車体は国鉄713系電車を基本とする片側に扉構造であるが、ワンマン運転を考慮し、前くらい側の客用扉を運転台直後へ寄せて片開きとしているのが特徴である。 寒冷地を走行するため体感仕様であるが走行区間の降雪量が少ないことから大切構造は採用されていない。車内の座席配置はドア間に固定式向かい合わせのボックスシートを配するセミクロスシートとなっている。ワンマン運転用に整理券発行機が製造当初は前くらいドア空きの両側に設置されていたがワンマン方式が 中間乗り前振りへ変更に伴いごくらい、ドア脇の片側に移設された。運転台機器の配置は、JR 東日本の近郊、急行系電車のそれと統一感を持たせて配置している。なお、トイレは和式であり、AT8100 系の片開き客用扉後ろのロングシート横に、新生児から設置されている。走行機器類についても、 主回路構成は713系電車を基本とし、制御回路は新幹線100系電車のものをベースにして高い信頼性を確保している。ただしブレーキについては空気ブレーキのみとし、発電ブレーキや回生ブレーキは装備しない。制御電動車、制御車とも両下回式踏み面ブレーキを採用している。当初は全車両の行き先表示器が方向膜だったが、 2014年11月9日から運用に入った8100系 A3 編成から LED 式へと変わった。また、全商灯及び後部標識等のケースも新しいものに交換されている。阿武熊急行線は JR 線への乗り入れ運用を考慮して周辺の JR 線と同じ電源方式を採用したため本系列も 交流2万ボルト50ヘルツ電格間専用である。製造当初は JR 各社を除く、私鉄唯一の交流電車であった。阿武熊急行線の全線で運用されるほか、朝と夕方、各一往復が東北本線の月の木駅仙台駅に乗り入れる。以前は、郡山駅まで1日1往復乗り入れていたほか、団体臨時運用で、 万越再線の万代熱海駅まで乗り入れた実績がある。2018年現在、車両の申請投入から30年が経過し、老朽化が進行していて安定運行に支障をきたすようになったため、2022年を目途に新型車両の導入を検討していたが、車両の整備を委託している東北交通機関より、 同等の部品を採用している JR 東日本719、軽電車の廃車が蓄次進行しているなどの理由から、これ以上の整備は困難との見解が出されたため、2018年に計画を前倒しして、JR 東日本仙台地区で導入されている E721K ベースの新造車、AB900K1 編成を先行導入し、その上で、 本形式1編成を廃車し、部品取りに回す方針となった。2019年に A-13 編成が運用離脱し、本系列に廃車が発生している。将来的にはすべて AB900 系に更新される予定である。2016年3月19日よりご当地アニメ、ま宗伊達なに来るとあぶくま急行がタイアップを行ったラッピング車両。 伊達なトレインプロジェクトの運行を開始した。A-9 編成が使用されており、およそ4年間運行を予定している。出発式では、伊達市長、西田昌司と福島ライナックス社長、浅尾義信ほか関係者と、片倉小十郎かゲッツナを演じた声優の小林、祐介が招かれた。ありがとうございます。